崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、今年が正念場。はい。はい、正念場って言ってもね、ダメやっちってるわけじゃないんで、ここをうまく乗り切ったら上行くし、はい、乗り切れなかったら下行くっていうね。はい。だから戦力外になりますよじゃないという。そうそうそう。はい、でもここで勝ち取ったらいい場所があるっていうところね。はい、今日は楽天と広島。はい。っていうところで、じゃあ楽天から。はい。楽天はね、もうこの選手ですよ。はい。勝負どころはね、オコエ類。オコエ選手でも毎年今年こそはこう頑張ってってこうね、うん、思ってるんですけど、いや、まあドラフト1位はね、うん、やっぱチームとしても活躍させたいし、いそうなんです、あとやっぱ知名度があるから、うん、ドラフト1位っていうのはね、はい、甲子園のだってスターですし、そう、うんうん、まあ、スターかどうかは知らないですけどね。いや、だってファンがこう群がるから、もうバスから出られないとか外出禁止とかあったみたいじゃないですか。じゃあどのレベルですか。スターって言っちゃうと、はい、もう清宮、斎藤佑ちゃんとか、あ、確かに考えちゃうわけ、はい、でも、まあ、こうやったら知名度としてはもう ここですよ、もう上ですよ。でスターですか。じゃあ、ままあ、どうなんですかね、知名度とスターは違うのかそれあれじゃないの、はい、あの東高層でしててお声来たからスターみたいな感じになってるんじゃないの。あ、確かに、まあ、平沢選手行ってロッテに行かれて、うん、でまだお声選手いたんで、うん、うわーお声が来るんだってやっぱなりましたもん、東北が。でもポテンシャルがすごいですからね。いや、そうですよ。だってでもその中で去年が 50…、はい、去年出場なしか。去年出場なしですね、2000年は1軍で、うん、今年6年目、うんうん、っていうところで、はい、まあね、どうなっていくのかっていうね。そうですね、6年目だから、うん、大卒2年目と一緒の年ってことですよね、はい、そうですね。でもやっぱ正念場っすね。はい、外野結構ポジションがいますからね。そうなのよ、うん、でしかもあの外国人取ったじゃん、はい、楽天がカスティーヨ、うん、カスティーヨが外野手で、はい、でディクソンが内野、はい、でディクソンはなんか主にファーストらしいけど、はい、セカンドと外野も守ったことあるっていう、うんうんうん、まあこれも怪しいんだけどね、まあ、守ったことあるのは守ったことあるやろうね俺だってサードとか守ったことあるからね、はい、どうも内野、うん、だからまあうん、もしだからもうポジションとしては、はい、そのカスティーヨが外野に入って、はい、ディクソンファーストで DH 日本人か、うん、もしくはカスティーヨ DH のディクソンファースト、はい、もしくはディクソン DH のカスティーヨ外野とか、はい、だからまあうまくいけば外野手からね、の目線でうまくいけば、はい、カスティーヨが DH でディクソンファーストになってくれると、うん、外野3枚あるから、はい、3つ入れるじゃん。そうですね、ってなった時に、まあ、島内は確定だね、怪我がなければ、はい、でもあと2つのポジションはもし外国人が DH 入ると空いてると思う、俺は、うん、そうですね。だから選手はいっぱいいるよ、はい、あの辰巳とか、はい、田中和樹、岡島、はい、岩見、下鶴、武藤、小郷、和田蓮と、はい、いっぱいいるけど、これっていうのがね、うん、いないのよ。そうですね、島内がもう絶対レギュラーみたいな。去年はもう島内選手とロメロ選手でしたからね、うん、でもロメロも途中から全く出なくなったりとか、うん、まあまあそうですね、岡島選手が終盤すごく打ってたりとかあるので、うんうんうん、でも今楽天って内野が結構多いじゃないですか、うん、そうなるとやっぱりあれですね、ディクソン選手 DH のカスティーヨ選手外野にポジション入る確率の方が高いですよね。でも絶対的にはファーストもいなくない、まあ、銀次選手もう絶対的じゃなくなってきてるじゃん、うん、この最近はっていうか、うんうん、人が多くて、あとは小深田模擬問題と、そうなんですよね、うん、をどうするのかと、うん、黒川も使いたいよね、使いたい、内田も一瞬良かった時もあるし、浅村、鈴木大地いるし、はい、みたいな、うわー溢れてる。だからまあもし外野に一つはまると、はい、外国人がもしカスティーヨ外野守っちゃうと、うん、もしくはディクソン外野守れって言ってディクソン、カスティーヨが両方外野行っちゃうと島内でも埋まっちゃうんで、そうなんですよね、うん、だ外野って大変だな。あと渡辺義明も外野、外野です。内野手登録は内野手なんだね、大体外野で出ます、ね、うん、でもね外野にいるからそうなってくるともうめちゃくちゃいるじゃん、はい、そうなんですよ。ってなった時に、うん、足守備は辰巳とか、はい、そしたらオコエのね立ち位置がなくなってくるじゃん。だ右と勝負だから和田蓮、下鶴と勝負になってくるよね。そう、まあ、左が多いので右っていうところではいい、ね、あとまあ田中和樹がスイッチだからね、両方ですってなってきてる時に、はい、もうちょっと勝負どころだね。ここでもポジション空いてるから、はい、うまくいけばガン、はい、他に行かれるともうドン、はい、もう居場所なくなります。しかも同年齢多いんで、そうでも打つしかないから、そうでも若干去年出てないから、うん、あのそこでちょっと出遅れてるよね。そうですね。でもまあ監督が変わって、うん、監督が変わるとまた目線もフラットになるから、はい、まあ、でも GM だったからずっと見てたからどうなるか分かんないけど、はい、
もうここでいけるかどうか勝負だね。だって今年が24歳でしょ。はい、もうそろそろ行きたい時だよね。6年目ですからね、出てき始めたいっていう感じ。でも打たなきゃ無理だね。もう売りはバッティングだもんね。まあ足もめちゃくちゃ速いですけどね。でもめちゃくちゃ速いって言ったところで、そんな盗塁10個も20個もできるかっていうね。まあそうか。しかもあの足速いって塁出ないと盗塁できないから、はい、そうですね打たないと、うん、確かに。だからそこでどうなるか、だから勝負だね。外野も空いてるし、あとは外国人がどこ守るかによってもね、はい、居場所があるかないかが削られてくるけども、うん、勝負だね、はい、もう効果効果。いや、ポテンシャルはめちゃくちゃあると思ってるんで。ポテンシャルあるやつしかいないっす。そっかプロ野球選手ってそうですねみんなポテンシャル、もうそうだね、もうすごい大勢の中から選ばれた人たちですか。そうそもそもポテンシャルないやつ入ってこない。そうですね、たまにいるけど、はい、俺には分からないけど、ね、あ、そうですか、うん、何がいいんやろうなっていう。へー、現役の時も思ったけど、はい、それは何か分かんないけどね、はい、でもこいつは絶対ダメやなと思ったやつで良くなったやつはいないけどね、はい、あ、そうなんですね、うん、へー、こいつは絶対いけると思ってダメになったやつはいっぱいいるけどそうなんですか。へー、はい、じゃあ、まあだからね、もうどこまでゴリゴリ自分に厳しくできるからね、うん、はい、頑張ってください。次、はい、広島、はい、広島はね、阿部選手ですね。ああ、そっか。もう勝負どころ、はい、まあ、阿部選手ね、年齢が、うん、だから32の年でしょ、はい、今年ね。そうですね。でしかも、まあ、去年ね、出場試合ちょっと出なかったですけど、うん、それまではもう内野阿部ユーティリティ、いよいよ最強みたいな、はい、あの3連敗した時とか、うん、阿部の存在めちゃくちゃ大きかったと思うんですけど、はい、ちょっとここに来て、うん、去年堂林がブレイクして、うん、でもやっぱちょっと守備ね、危ないっていうところもありますけど、三好がね、その守備固めのカバーって言ってこういいポジションできて、はい、でまあその後には小園もいるわけでしょ。で菊池が FA ね、アメリカ行かなくて去年から残ってね、はい、複数年契約、うん、で田中康介、はい、ってなった時にちょっとそうですね、世代交代が、若い選手が出てきて入れるところがっていう、はい、で可能性的にはあの中村翔成のコンバットっていうところも、はい、あのキャッチャーがね厚みがあるんで考えられますし、うん、だけどこの世代交代のこの波にこの巻き込まれる可能性があるんですよ、うん、この去年の26試合っていうのは、うん、怪我があったわけではなく26試合、うん、でも堂林があそこまで出たら出れないじゃんね。まあまあそういうことか、うん、契約公開後に自分でチャンスをつかみきれなかった、自分の責任です、来季を悔しさをぶつけたい、やるしかないという言葉というふうに唇をかみしめながら前を向いたっていうネットニュースがあるんで、うん、だからまあ勝負ですよね、本当に。いや、まあ、ご自身でもそう思ってる、うん、だから本当にこういくかこういくかの勝負年、この2021年、はい、まあ、若手のね台頭もあるし、はい、次の世代たちのこの未来へのね、うん、チームとしての投資っていうのもある中で、はい、ここでもう一回勝負できるか、もうガンガン行かなきゃ。はい、そうですね、うん、まあ、でもね、この結果としては出してきてるんでね、うん、能力はあると思うんですよ。実績がありますからね、はい、だからこんな言い方したらオコエとはちょっと立場が違うでしょ、はい、まだ何も出してないから出していかなきゃいけないと、うん、出した中でこう踏ん張れるかどうかっていうところだから、うんうんうん、ここ逆にね踏ん張れるかどうか、そのポジションをね入っていけるかどうか、うん、広島も去年若いのでいいのが結構出てきたんで、はい、初期とかね、ああ。いましたね、セカンドとかね、はい、ってなってきて、うん、まあ、どこまでもでファースト松山いたりとかするから、うん、だからなんとかしてね、このちょっと若手の態度がね結構あるんで、広島は、うん、ここ負けないようにいかないと、まあ、そりゃそうですね、毎年ドラフトで入ってくるわけですから、若手が出てくるのはしょうがないですもんね。そう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 、うん、でもそこは踏ん張らなきゃいけないからね、うん、年いっても、はい、でもまだ32歳でしょ、はい、まだ中堅だからね。いや、もう今すごい脂が乗ってていい時期だね。そう、一番いい時期だから、はいはい、もうここでね、うん、バシッと自分の存在感上げて出ていけるとね、はい、出ていけると層も厚くなるから、うん、チームとしても強くなっていくからね、はい、でそういった面ではリーグ優勝奪回に向けては、まあ、大事なピースちゃうかっていう、はい、大事なピースだけど、うん、勝負どころ勝つのかい負けるのかいみたいな、うん、いやだから本当に今季活躍、どう活躍してくれるのかっていうのは、ね、うね、楽しみでもありますよね。 あともう一人で言えばね、中崎ですね。あ、中崎はな、怪我もありながらっていうところもありましたけども、はい、うん、中継ぎ抑えが、はい、やっぱり去年は全く回らなかったっていうね、堀江とか、うん、あとはまあフランスは最後頑張ったりとか、はい、なんとかかんとかでっていうところもね、補おうとしたところもありましたけど、うん、1年間かけるとなかなかね、バタバタしたところもあるんで、はい、中崎がね、もう一回復活できるかどうかっていうところもね、大事になってくる要素かなっていう、はい、こうやってやっていくと、キャンプ見に行くのが楽しみですね。
そうですね、この選手どうアピールしてるかなって。そうそう、何だろう、ね、もう勝負どころやぬるいなって思うかも分かんないし、うん、はい、おやっぱり分かってるからガツガツいってんねって、気合入ってんなって、うん、まあ、そういうね、見方してくれるとありがたいですけどね、はい、そうですね、まあ、生き様みたいですね、はい、はい、頑張って。